新しいね、チョコエッグ見つけたんだけど、中身ね、フィギュアじゃなくて、関西弁で一言、おみくじが入ってんだって、これ。卵型のチョコはいつも通りかミルクコーティングなんかされておりまして、そしてここが面白いよな。関西人勝ちみたいなね。関西弁で一言、おみくじ。これ関西弁っていうのがいいね。面白いね。全部で30社あるんだぜ。しかもチョコ割ったら中にまたなんかチョコが、マーブルチョコみたいなの入ってて、で、おみくじも入ってる。全部で30社ってどういうことこれ。ちょこっと運試し。ということで、早速じゃあ上げてみてみるかな。今日ね、二つゲットしてきたから、新しいチョコいくだね、なんかね、これね。でも、紙とかはまあいつも通りな感じがするけど、ちょっと違うかな、マーブルチョコの。でもマーブルチョコみたい。あ、でもチョコ一個同じだもん、全く同じ、ほら。全く同じだよ。ほんとスプラトゥーンの探してるんだけどさ、スプラトゥーンじゃなくて、硬え、カッチカチだぞ。あ、割れた。割れた、綺麗にいけたかな。よし。で、おいつもと同じ感じだよ、ほら。この中に、チョコの中にチョコ入ってると面白くないチョコ食って、このね、チョコ食って、またチョコ食えるよ、みたいな。そして、おみくじもあるしね。うわ、俺、こういうの、絶対うまいんだよな。これ、でも、まあ、当たんねえからね。もう、占いだったら俺信じないから。でも、風水とかめっちゃ好きでさ、実践してるんだよね。当たんないと思いつつ。で、どこに入ってる？関西弁で一言でしょ？お、あったぞ！で、中にはこういうチョコ、あ、美味しそう！俺の好きなタイプのチョコだ。マーブルチョコ美味しいよね。マーブルチョコすごい好きなんだ。食べ出したら止まらないって。で、これが、ちょっと待って、どうやって取るの？どうやって取るんじゃない？おー、取れた！シャシャーン！末吉だってなんかまた微妙なとこ来たね。毎日の努力は裏切らへんで。おー。毎日の努力は裏切らへんで。誰が言ってんだろう。誰がまあ知らんけど。めちゃめちゃ当たるね。まあ知らんけど。この適当な感じがいいね。まあ知らんけど。黒、ラッキーカラー黒だって。やった！俺の大好きな色。で、第28番。ああ、ラストから2番目か30、20。だよね。28、29、30だもんね。あ、3番目って言った方がいいか。30、29、28だから。こういうのが入ってんだ。面白いチョコいくらね。で、チョコレートを食べて、パクパク食べて。さらにこれも食えると、ちょっとこれだけちょっとね食べたいね。ちょっとね、チョコイカね、これケーキにして食べるから、こっちのチョコイカ、これはこのまま、あ、ケーキのデコレーションで使えるのかよ。あー、おいしい、マーブルチョコ、これだよバカロ、お前、おいしい、うん、あー、うまいね、うん、あー、これバカロ、お前、あー、おいしい、うん、食べ出したら止まらなくなるよね、これ。もう、じゃらじゃらじゃらって聞いたいけれども。あ、美味しいわ。うん。このチョコ食った後にこのチョコ待ってるって考えたら、なんかダブルで得意してる感じする。ダブルチョコミラクルだな、これ。嬉しいね。で、二つ目。まあ、こういう商品か。これ、全種どうしよう、揃えようかな。なんか、コレクターとしてはね、こういうの揃いたくなるんだよね。どうしよう、チョコも美味しいしね。まあ、また気が向いたら買ってくるわ。また気が向いたら。ちょ、大吉出したいな。大吉。大吉を出して、はぁし。てか、コンプリート、どうする？いや、まあ、一応狙うか。コンプリート一応狙うというか、まあ、絶対コンボは、うん。あれだけど、まあ、コンボできたらいいなっていう。買ってきたらね、またチョコ食いたくなって。俺、もう、チョコ毎日食わないと気が済まないから。チョコレート、中にマーブルも入ってるしね。マーブルチョコってか、このマーブルチョコじゃないけど、マーブル的なチョコが入ってて。それでは何が出るかな？大吉 !30 種類もあるからね。つか30種類もあるんだね。なんとか吉、なんとか吉とか。めっちゃチョコ溶けてきたな。あと、関西弁で一言が楽しい、すごい。関西弁で一言がね、すごい楽しいね。まあ知らんけど、みたいな。やった、勝てんだけど、ちょっと待って。パワーパワー、握力パワーで開けちゃおうかな、もうね。パワー、あ、カプセル割れそうだった。握力入れすぎてちょっとね、壊れちゃうから、ゆっくりゆっくり。あ、開いたね。パカ。で、お、いいね、チョコレートが。あ、もう割れとる、マーブルチョコ。ダメージ入ってる。違う、あー。内部貫通攻撃入ったのかな。で、次。どう、すげえ、めっちゃ赤い、めっちゃ赤い。めっちゃ赤いよ。え、なにこれ。え、こんなのあんの？大大吉だって。
大きい夢が叶うんちゃう？え？ワンピース？大きい夢が叶うでしょう。めっちゃ当たるで、まあ知らんけど。ラッキーカラーギリギリ。2番だって、すげえ2番出た。つうことは、1番は、大大大吉かな。それとスーパー大吉とか、ウルトラ大吉、超大吉とかかな。あ、これ面白いね。これコンプめ、あ、これ楽しいかも。2番のね、大大吉出た。大きい夢が叶うんちゃうだって。おー、何が叶うんだ。ということで、今日の結果はね、この末吉と大大吉ということで、28と2番のね、おみくじが出ました。次回は何が出るかな？みんなもぜひ買っていてね。結構面白いよ、これ。あとチョコがね、やっぱ美味しいから。チョコイク食った後にこのマーブルチョコが待ってるって、これ感動の幸運ですよ。ありがとうございます。それではこのマーブルチョコを食べて、さよならバイバイということで、パオレンスで、あんのん。あー、美味しいね。正直チョコイクが欲しいかもしれない、これ。